ボンジュールワールド2022は生放送でマイクラを遊んでいるのですが、こちらの動画では前の生放送で何をやったのか簡単に紹介してまーす。それではどうぞ。前回古代都市攻略ということで、目的のものは集まって、ついでにウォーデンを倒したりなんかしましたが、2回死んでしまったので、今からエデン罰ゲームガチャ2回引いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、何があるんだろう今、エデンの罰ゲーム。怖えー。では、2回引きますか。いきます。ポチッ。なんだ？なんだこれは。古代都市探しやー！まあ、探してきたばっかりだけれども、探すまでですから。また前みたいにして探しましょう。オッケー、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。2枚目いきます。はい。あ？もう出ちゃった。個人のがやってるタイプの雀荘の建築。うわー、建築来た。雀荘の建築ね。はいはい、オッケーです。オッケーです。個人がやってるタイプの。はいはい、なんとなくイメージはつかめてるし、私のワールドにも、雀荘作ってくれましたから。石垣さんが。一旦ちょっと苦手な建築からこなしていきますか。ちょっと見てくるか。はいはい、こんな、ああ、こういう感じ、これ。はい。うまいね。うまいね。緑の羊毛よりこの方がいいのかな。へえ、すごいな。オッケー。ああ、なんとなくわかりました。ジャジャさんが、どうやら何か、作ってもらったらしい。ちょっと待って。この中に、え？これでも別荘じゃない？普通に。え？別荘だね。何このボタン。タップ関係ない。何これ？秘密の通路。え？ピザ付けの頭。なんだこれ。あ？チャンスだ！闇麻雀の、闇麻雀ここで行われる雀荘が、ちゃんたくある。闇麻雀。怖すぎる。なんだこれ。なんか、絶対かけてる。よからぬものかけてる。これ絶対。この奥何？まだ、え？地下がある。何これ？え？めっちゃ深いんだけど。めっちゃ深い。何これ？いやいや、ただ地下行くだけじゃん。階段。地下行きの階段やん、ただの。負けたやつは多分、あそこに運ばれるんだ。地下労働施設に運ばれるようなやつだ。これ、あー、つら、そのためのつらっすか。これで掘って負けたやつはあそこに運ばれるシステムだ、これ。やべえもんが、俺のワールドにあったわ。この倉庫の2階借りようかな。倉庫の家ってもこれぐらいしかないもんな、あとな。雀荘作るか。いきます。この2階に作りたいので、だいたい個人のタイプの雀荘って、これマジでね、マジで、ビルの横に、こんな感じで、階段がついてて、こっから入るんですよ。よし。で、ここに作ります。物が置けるようにする。このままだと、もう置けないから。はいはい。これ一旦、できました。で、柱を、で、高さが、ね。こうあって、こんな感じになるわけでしょ？要は、これ一段高くした方がいいよな。イメージね。こういう感じだよな。でもこれを一段高くしたいから、こんな感じでしょ？ちょっと一旦これ、ブロックは置いといてね。
で、雀荘っぽい雰囲気になったじゃない。こんなサイドテーブルがあって、こうだな。こうだな。こうかな。本当はこの文字付けが、4人中1人しかないところね。4人中1つしかないことがポイントです。はい。よし。もうこんな感じだよな。あとは、雰囲気だったらいいな。ああ、いいね。この雰囲気なら、ああ、いいね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 。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。そして、みんなわかんないかもしんないけどね。結構あるのよ。こんな、とこないけど。結構あるのよ、ペット。これいる。これ必須。周り壁作るか。そう、白い方が良さそうだな。これ白コン、白いコンクリートってあるか。白いコンクリートにするか。あ、砂岩いいな。使うことも多そうだから。ああ、悪くないんじゃない？白子たの。わあ、まあ、結構まったりす、もす、ああ、なるほどね。ああ、なるほどな。なるほどな。なるほどな。外から見た時の方が大事なんだよ、これ。ちょっと柱があれだからな。同じくらいなんだよな。ちょっと、五分ということで、砂岩の方が集めやすいから砂岩にします。こんな感じかな。あとは。天井どうしようかな。天井も砂岩でいいかな。雀荘のドアは、決してでかくはない。テスト出ます。怪しいな。でもこんな感じなんだよ。どう？いやー、いやー、雀荘っぽい。いやー、雀荘っぽいわ。雀荘っぽいわ。これっぽいわって一人で俺興奮してるけど、伝わってるかな。伝わってるかな。で、雀荘の窓ガラスでかめ、意外とすげえ。でもね、このね、雀荘の超この椅子が近いんだ、壁に。その辺リアルなの分かって。こんなに窓はでかいのにめちゃくちゃ隠す。よし、縁取らない。なんか、縁取るか。縁取り大事だな。なんかもう印象が全然違うな。ちょっとあれを見ちゃうと、ちょっと、建物に見えなくなっちゃうね。縁取るわ。ごめん。で、皆さんも、何か建築するときは、ぜひ、縁取ろう。大事だった。思った以上に大事だった。縁。ああ。ちょっと、ごまかしの。バレないっしょ。まあ、家っぽくはなったわ。さっきよりは全然。作っちゃって。
はい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 。これで十分だと思う。で、汚くしてんだけどな。で、なんかわかんないけど、荷物が積んである。片付いてない感じがするでしょ、これで。まあいいでしょ。置いとこ。置いとこ。よくね、後ろで見てるんですよ。一人、ここで。いいね。でもこれいいね。この感じいいね。この感じいいね。いや、いいんじゃない?言うて。あ、ぽいわ。ぽいわ。いきなりぽいわ。なんかリーチかけてるみたいじゃない?なんかリーチっぽい、リーチっぽい、リーチっぽいでしょ、これ。いいよ、これでいいよ。いいね。さあ、では最後に店の、お店の看板でも立てていきますか。店の名前は、まず、リーチ麻雀。リーチ麻雀、ファイナルロマンス。ファイナルロマンスやばいな。ファイナルロマンスにしようかな。リーチ麻雀、ロマンス。いいね。を光らせて、あれだ。あー、いいね、いいね、できた。個人経営のタイプの雀荘できました。リージマージャンロマンスでございます。この倉庫の横の階段を上がっていくと、中はこんな感じ。いいね、なんか昭和感が漂ってますね。昭和感が漂ってますね。友達が座る用の椅子ね。そしてこのカウンターの奥のベッドと、この片付いてない感じで、ソファーの横の漫画。ありがとうございます。ありがとうございます。リーチマージャンロマンスでございます。ありがとうございます。リーチの絵、リーチの絵画、リーチの絵画出ます。はい、できました。完成。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、次回、エデンの古代都市探し、よろしくお願いします。